じゃあ今日はですね、こちらのお寺さんで玄関の生け込みをやっていこうかなと思います。何点？あ、これは重たいです。
こんな感じで完成しました。でお墓参りにねいらっしゃる人が結構いると思いますんで、そういう方にたくさん見ていただければいいなと思います。ありがとうございました。